内組、白下村レギ青森、赤高橋優香山形、青土井双葉埼玉、黄色重弘めぐみ神奈川、茶色は高木根の愛知。少年女子 1500m 予選1組がスタート、各組2着までが準決勝進出となります。あとは3周ホーム、赤最小責任先頭は赤山形高橋、責任先頭1回完了。最初の完了者は赤の帽子山形の高橋、果実長野インターハイこの種目第2位の選手。続いてバックは青、バックは青埼玉土井、責任先頭1回完了。完了者2名。赤の2周、続いてホーム白、ホームは白青森下村、責任先頭1回完了。これで完了者3名となりました。白青森下村、赤山形高橋、青埼玉土井。バックバックは白、すでに完了の青森下村。現在完了者は3名であります。赤を一周、ホーム、赤、ホームは赤、すでに完了の山形高橋。続いてね、バック赤、すでに完了の山形高橋。最後の責任先頭は赤、すでに完了の山形高橋でありました。茶色の帽子、愛知、高木選手、最後まで競争を続けます。